うちのまんまだと戻ってこれない。だから別人にならなくちゃと思ったの。え、あれじゃない、なんか方針も変わっとる気がするけどね。え、足伸びた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、外見に特にねマーク何もついてなかったんやけど、来たんでよかったんかな、どうなんやろ。さあ、あ、一応クエストって書いてるけんこれでいいんかな。ねえ、聞いてくれ、実はさっきくまこさんから連絡があったんだ。もうすぐ楽屋に戻ってくれるって。もう戻ってきてるんですけどね。すごく驚いたけど、あの声は確かに本物のくまこさんだった。声でわかるんならさ、わかるくない？くまこちゃん、うん、それで君たちのお願いがあって、くまこさんが楽屋に到着するまでに外見を立て直したいんだ。知っての通り風紀委員に解体されていなくなったメンバーもいる。みんなを呼び戻して YKN を復活したい。その手伝いをしてくれないかな。一応何、くまこちゃん以外は全員学園の中にはおるってこと。 YKN の再建計画、広野春樹のもとに雲池くまこから連絡があった。くまこがもうすぐ学園に戻ってくれるという。他のいなくなった YKN メンバーを呼び戻し、風紀委員に解体された YKN を再建しよう。結構な経験値がもらえるってことは、なんか敵が出てくるってこと？呼び戻すだけじゃなく。外見を再建するため、広野春樹に協力しよう。難しさも、え、上がっとる？上がっ、ん？一緒？かな。調査開始。ありがとう。じゃあ早速だけど、外見メンバーを呼び戻さないと。主力メンバーだった宇佐日和さんと小森博之くんに声をかけてきてほしい。いや、僕が会いに行くと風紀委員に見つかったら怪しまれちゃうかもしれないしね。日和さんはグラウンド近くのチークウェイで見かけるみたい。キッキー、あ、小森くんのことだけど、彼は宿舎にこもってるらしいよ。え、引きこもり？うん。じゃあよろしく頼むよ。やけんヒッキー、ひろゆきやけんヒッキーかな。クエスト、 YK の再建計画発生、調査を開始しよう。さあ、頑張っていきますか。とうとう YKN が復活するのね。ヒロノさん、ね、嬉しそうだったな。はい、ナビ設定。ニコニコだったね、みんな。おーし、それじゃあまずは、あ、近いね。あれは、あ、宿舎か、あれ。ということかしら？すぐ近く、ん？こんな近かったっけ、YKN って。めっちゃ近いな。そんな感じ？宿舎のどこにおるんやろう。ねえ、さっきから僕の方誰かつついてない？階段かな。もしかして近くに音量がいるんじゃないか？待って、どこ？どこどこ？もしかして陳平くんがいたずらしてるの？こっちじゃないな。ついてない？え、どこ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 ？あ、あっちの。さっきから僕をつついてたのは。こっち側の。おっと、おっと、さらに下ってこと？おっとせ、あうあう。ごまかしてもダメだから。どの子ですか？あ、おった。これか。何しようやろ。お茶飲みようかな。え？くまこさんが帰ってくる？ひろのさんが言うなら本当そうですね。僕も YK に戻りたいんですが、風紀委員会に目をつけられてるんです。夜にこっそり YK に行って、ひろのさんと待ち合わせたことがあって、すぐに風紀委員がやってきて、外に追い出されてしまったんです。24時間見張られとるってこと？無理やん。YK を再建する前に、風紀委員の監視を何とかしないと。はい。ひろのさんに相談してもらえますか？それが解決したら YK に戻れます。まあ確かにそれが解決せんと無理っぽそうやね。てかなんか楽しそうだな。なんか宿舎とかみんなでさ泊まっとるところで、こういうリビング的なところでなんかね、のびのびとしたい。なんかみんなでさ一緒におる家とかで共用スペースってなんかすごい良くない？そういうところで泊まったことないけど。次はうさぎ小屋か。うさぎ小屋というのはどこだ。あ、結構向こうの方やね。とりあえずじゃあ飛んでいくか。ママだよ。一応校舎が一番近い。行くですね。一番近いって言ってもなんか遠く感じるけど、違う。挨拶をしようと思った。3人組。
いい子たちだね。よし。確かさ、なんかウサギ小屋ってグラウンドの周りになかったっけ？あ、近かったわ。普通に近かったわ。君だね。くまこさんが戻ってくるんですか？よかった。嬉しいです。私ずっとヒロノさんのことも心配で、YK に戻りたいって思ってました。でも、YK を復活させるなら、元の開発力を取り戻さないとですね。解体されるとき、風紀委員会に開発素材をいろいろ奪われちゃって。うん。足りないものがないか、ヒロノさんに相談した方がいいかも。ってことは、YK のヒロノハルキと話そう。どうしよう。なるほど。七雲さん。早く問題を解決しなくちゃ。ありがとう。今の会話ってさ、あれじゃない？なんで君が焦る必要があるんだって感じせん。よし、ママだよ。とりあえず YK に向かいますか。ちゃんと毎回こうやってマークを外に出してくれんとね、わからんねえよね。よーし。で、監視の目と開発素材か。さあ、どうすればいいんですか？いや、なるほど。YKの再建にはまだ課題が残っているってことだね。まず君たちには開発素材を集めてきてもらえないかな。風紀委員会に奪われた素材はそのまま取り返せはしないけど、うん、学園内で手に入るものだから調達してきてほしいんだ。自分ではしないんすか？これがあると助かるものといえば、メカメカ電子回路が3個と、永久センスが1個と、焼却炉ファイヤーが1個かな。その間に風紀委員会の監視システムがどういう方法なのか調べてみるよ。多分全部持っとんじゃないかな、ね、私しょっちゅういろんなもん拾いながら生きうるし。 YK の開発に必要な素材集めてくれたかい？僕が受け取るよ。はい。助かったよ。じゃあ次の課題についてだけど、みんなで話し合いたいんだ。うん、何を？うっきうきやね。ね。あと YK のみんなが帰ってくるには風紀委員の監視を何とかしなくちゃ。うん。それだけど、分かったよ。奴らがどうやって監視しているか。何？本当？さすが平野さん。怪しいものがないか調査していたら、揚力の反応を検知してね。うん。なんとこの YK の中を音量が見張っていたんだ。え？怖っ。なるほど。音量の力を利用したか。通常の人間には見えないわけだな。それをちゃんと報告しに帰るよんか、音量。偉いね。覗きなんて悪い奴がすることだ。パンツ覗き反対。そんなことはしてないだろう、誰も。行くぜ！そいつらぶっ倒しに行くぜ。エナ先生のパンツは俺が守る。ちょっと、どういう話？エナ先生今は関係ないから。ええ。ヒロノくん、私たちに任せて。音量退治してくるから。はは。え、ここにおるわけではないんかな。ありがとう、助かるよ。じゃあ準備ができたら僕に声をかけてほしい。了解です。ん、準備はできたよ。ねえ、 YK を監視する音量を倒してほしい。準備ができたら始めようか。見えない監視者。 YK の監視者は風紀委員会が放った音量だった。奴らを倒さない限り YK の完全な再建は叶わない。闇に潜み監視の目を光らせる見えない音量を倒して、強力な助っ人雲池くまこを迎える準備を整えよう。ん、なんかだいぶ経験値減った？だいぶ減、気のせいかな、わからん。挑戦しよう。なんか1万ぐらい減ってない？え、やっぱここないんや。監視キャメラそのまんまな感じやね。え、でも監視キャメラなんか色違くない？そんなんやったっけ？え、違うよね、黒かったよね。名前が違う、もしかして。わからない。ワイルドに剣山。ディ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 。ヘイヘイヘイ。待って、近い近い近い。ワイルドアクト。いやー、ちょっと待って。時の流れは結構な範囲で攻撃を。クロクロ。ショータイムだぜ。気迫代わりだぜ。ベイビー。黄昏。攻撃に追われながら。粉砕する。散りとなるがいい。ちょっと待って、攻撃もしたいけどアイテムも集めたい。アイテムも。あー、ちょっと待って。カットして。金に目がくらんだ。イエーイ。おー、ディスコタイム発動されたぞ。ん、敵は何これ。インディゴン。
インディゴ存分に味わって、そこのアイテム拾わせて、またアイテムに目がくらんでやられる可能性はあるけど、ゴゴ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 ゴ、びっくりした、回復したんか、もっと来てみて、よけれんかった、イエイ変身、行くぜ行くぜ、ワイルドボーイ、ワイルドに行きます行きます、何にメデューサ潰されおらんかった今ここシュート、ワイルドアクト、いけい、強さ的にはあれかな、巻き装具と同じような感じかな、黄昏乱れ牛、ういいや、声が怖い、てかどういう顔あ、待って急激に振り返るやん、ワイルドアクト、あ、待ってカモンベイビー、やばいやばいやばい、まだまだよ、切り直した、なんか力ためよる、一生タイムだぜ、ちょっと今復活させたばっかやのに誰か死んだよ、まだやれる、私一応さ、今あの自分がセットしとる、何やった、悪霊じゃなくて怨霊自分がセットしとる怨霊がさ、決めポーズを決めたら無敵状態になれるっていうやつをセットしとるけんさ、なるべくポーズ決めていきたいよね、それもあってショータイムだぜ、いけい、やっつけれそう、シュート、なんかさ動き呪いくせにいきなり振り向いてくるよね、あれ恐ろしすぎるんだけどイエーイ、やったね、みんな強敵がずっと続いとるけんさ、バシバシレベル上がっていくんよね、よしよき、そして強力なアイテムゲットしてく、イエーイ、みんなやっぱりあれか、くまこちゃんって気づいてないんよね、イエーイ、見えない感謝、さあこれ、お、もうみんな帰ってきたね、それ以外のメンバーもおったやん、なんかいろいろと協力してくれて助かったよ、よかったよかった、おかげでこの通り、でロボットはね、以前いたメンバーも戻ってきたんだ、このヒロノ君一人だけの時もずっと掃除はしてくれおったし、外見の再建ももう目前だな、これでもう正体バラすの、おめでとうございますヒロノさん、ありがとう、ところで、まちょっといろんなものを作ってね、みんな集まって何か始まるんですか、歓迎会じゃない、歓迎会、お帰りなさいみたいな、それがさっき連絡があってクマコさんが到着したみたいなんだ、もうほらここでネタバラシやね、今七雲さんが呼びに行ってくれてる、クーカ先輩とクマコさんって知り合いだったんですね、似たような感じだしねってならんみんなお待たせ、クマコさんを連れてきたわ、それではご登場いただきましょう、雲池クマコさんです、めっちゃじらすやん、めっちゃ貯めるやん、なんか自分でハードル上げていきよる感じが、皆さんお久しぶり、うちが雲池クマコです、知ってた知ってたよ、は何言ってるんですか、クーカ先輩なんか若干引いとるし、ふぶきちゃん、クマコさんはどこに、いや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 、話を聞いて、みんなついていけない皆さんのためにこの記録映像をご覧ください、何ダイエット記録みたいな感じ、おお、あれなんやね、ちゃんと普通にダイエットしたんやね、すごすぎ皆さんご存知の通り、うちは Y 学園を退学になりました、てか退学になって一番にすることがダイエットやったんや、あの時決めたんです、別人になるためにってことか、でもそれでちゃんときっちり努力してダイエットしてるのすごい、でもうちのまんまだと戻ってこれない、だから別人にならなくちゃと思ったの、え、あれじゃない、なんか方針も変わっとる気がするけどね、ま、足伸びた、ほら違いすぎやろ、痩せたけんって身長伸びる、こんな空気委員会の正体がバレないための仮の姿絶対ないやろ、苦しかったけど必死に運動して、痩せたけんって細くてちっちゃい子になるだけじゃないですか、全ての脂肪を燃やし尽くし、オリジナルのダイエットマシーンで体質さえも変えることに成功した、なるほどね、そこは自分が開発できるけんそういう風にできるんか、うちは本当は雲池くまこなんです、えぇ、ーいやいやいや、骨の
形全然違うし、うん、そこね雲池クマ子ってあれだろ、ぽっちゃりしてて眼鏡かけててあれ扱い食いしん坊でフードファイターのあいつだよな何いつそんな設定になったっけ、フードファイターじゃない何気にディスってるし、クマ子さん本当にクマ子さんなんですね。そう、みんなもうすでに会ってたよ。今まで黙っててごめん。クマ子さん、お帰りなさい。声で気づくやろ、声で。ただいま。これからはみんなずっと一緒だから。風紀委員会にバレたらまずいから、このことは内緒ね。こんな大々的に発表したのに、聞き耳立てられとったらおしまいやん。はい。そしてうちが Y 研に戻ってきた理由は、新型の YSP ウォッチを開発するため、アルティメットレボリューションウォッチ、略して UR ウォッチよ。で、それがあれ、ネッタ、ミケッティオ、そそる名前の新ガジェット、きたー。それってどんな性能なんですか。これまでよりも革命的に容量が大きくて、はるかに強力なパワーを発揮できるわ。おお、どんどんボスに近づいていく。エイリアンとの戦いもかなり有利になるはず。うんうん、実用化の目処はまだ何とも言えない。だけど完成までの道は見えてる。だからもう少しだけ待ってて。うちが。うん。Y 剣が。Y 剣のメンバーが必ずラント君たちを勝利に導くから。頼んだ。なんだか光が見えてきたね、ちんぺいくん。ふう、でも活動を再開したらさ、すぐに目つけられそうな気がするけどね。クエスト、Y 系の再建計画バッチリ解決。おいし、錆びついたスパナゲット。全部で結局はこの経験値やったんかな。おー、さらにメンバーが増えたよ。ついに Y 剣が復活したね。三つまたぎ先輩も仲間になったし、ヒーロー大集結な感じで上がる。うんうんうん、いいね、なんかどんどん賑やかになってく。どうやって風紀委員会を追い詰めるか。来る星なゆを操ってるっつうやつを見つけりゃいいんだろ。それがあれ、ちょっと名前忘れたけど、一人一人てめえ宇宙人がこらって聞いてみるか。頭がおかしいやつとしか思われないよ。なんか人兵だけ乗り気っぽいけど。正直に、はい、宇宙人ですとは言わないんじゃないですか。なら体育館に全校生徒を集め、ふきちゃんは一応あれないよね、敬語で話しよったんやね。質問するのはどうだ。なんて聞くの。誰にも言わない。この中で自分が宇宙人であるというものを正直に手を挙げてくれ。向こうに頭がおかしいと思われるか、頭がおかしい子が手を挙げてくるかの、どっちかやと思う。楽しそうね、宇宙人そんな素直じゃないと思いますよ。なんかいい方法ないのか、こうバシッと解決できるやつ。それをなんか、それなんだけど、みんなに使ってもらいたい秘密兵器があるの。宇宙人を見分けることのできる兵器とかそういうこと。お、何何どんなの。 Y 剣のみんなと一緒に作った真実の姿を映す的な NB 校という装置よ。あのラーの鏡みたいな。何それ、でか。 NB 校を2つ手に入れた。ビーコン、 NB 校、ピコンピコンなるやつ。ベーコンの親戚か。そんなパンに挟む食い物でどうにかできるもんなのか。どう見ても食い物じゃないやろ。違うから。この NB コンを使えば、宇宙人が出す特殊な波長 N 波長を検知することができるの。うんうんうん、近くに来たら鳴り出すってこと。 N 波長、それってもしかして。きっと違う。長い話の野々村課長。野々村課長って誰。誰、有名な人なの。つまり
学園内に潜んだエイリアンを見つけ出せる装置ということだな。結構でかそうやけど、これ持ち運ぶの？うん。まあ大きさは気にせんでいいんかな、別に。実際は手のひらに乗るサイズとか。どうやって使うんだ？ポケットに入っとったサイズとかっていうことかな。 Y 学園の全校生徒が必ず通るところに設置するの。そうすれば全員をチェックできるから、持ち歩くわけじゃないよね。誰でも割り出せるはず。全校生徒が通るところか。まあ靴箱とかそういうこと。だったら校門から校舎までの道とかどう？うんうん。そうですね。あれじゃない？みんな正門から入ってくる。みんな通るかも。裏門とかさ、だって実際の学校でって西門から入ってくる子とか東門から入ってくる子とか北門とかなんかいろいろある気がするけど。そんなみんな同じとこから入ってくる。この装置を使って黒星内の本体を突き止めるぞ。脅威底知れないエイリアンの力。こんなもん作っちまうんだから、外見の奴らも大したもんだぜ。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。生徒会を検知する装置を作れない。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、黒星ないの正体を、どういうこと？操りよりやつも学生として校内に潜んどるってこと？てかこれあれやない、薄見沢先生反応するんやね。ついにやん。楽しみー。